こんにちは、飯村さん。こんばんはですね、この前はね、シューマイの方ありがとうございました。たくさん送っていただいたんですけども、本当にね、1日で食べてしまいました。いや、美味しかったですね。止まらなくなりましたね。あれからですね、シューマイってちょっとこう、大きめと言いますかね、あの大きさがすごく食べやすくって、まあなんかね、近くにお店あったら通えそうですね。これからもね、いただきたいと思いますので、通販など利用させていただこうかと思います。本当にありがとうございました。それからですね、お店とか商品の紹介を私の方でよろしかったらこれからもさせていただこうかと思いますので、そちらの方もね、どうぞご容赦くださいませ。それでですね、今回は撮影の方法について質問がありました。私の場合はちょっと待ってくださいね。なんかね、こう、まあ、特に変わったものは使ってません。この自撮り棒みたいな三脚で置いて、で、スマートフォンをここに挿してですね、で、ライブ放送開始ってやるか、あとデジカメですね。私の使ってるデジカメは、あ、ここにある、はい、このファイン、なんですかね、S6900 っていうやつですね。ニコンのクールピクス。これをですね、ヤフオクじゃないや、メルカリでだいたい1万円前後であったかな、2万円前後だったかな、3台ぐらい同じのを買って、3台ぐらい同じのを買うと壊れても全然困らないんですよ。それでデジカメって同じのを買うとね、操作ね、1個覚えれば全部できるじゃないですか。そういう形で、まあ、適当に買ったんですけどね、良さそうなやつを。で、必須なのがバリアンブレーキ症のやつです。こうすると自撮りがすごくしやすいんで、このデジカメかスマートフォンでやってます。でも基本的にはスマートフォンだけでできますね。で、いきなり撮影してやるわけなんですけども、編集とかは滅多にしません。質よりも数で押していくパターンですね、私の場合は。そしてアクセスが少なくても売り上げが上がるみたいな形でやっております。まあ、ですんでね、情報発信動画の方で、やろうかなとお考えの時は、こういうふうなスマートフォンが皆さんもあると思いますので、スマートフォンでいいんではないかなと思いますね。その他ですね、やっぱり情報発信を習慣にしていくと、その情報発信したものに人が寄ってきやすくなるんで、そこでビジネスが仕掛けられてるんですよね。多分ね、飯村さんのお店も情報発信してると思うんですよ。例えばお店っていうものがあるっていうのが情報発信ですよね。通りかかった人が、あ、店があるみたいな感じでしょ。で、そこに、あ、仲介さんなんだなとか、メニューはこういうのがあるんだなっていう情報発信があるわけですよね。で、もうすでに、ね、既存客が行ったり来たりしてるのも、これも情報発信です。あ、流行ってるみたい、並んでる、お昼は忙しいのかなみたいな形でね、情報発信です。その上に広告とかテレビとか雑誌があると、もっともっと情報発信が盛んになっているというところですね。で、 YouTube でやっぱりね、情報発信した方がいいと思いますね。ライブとは言わないんですけども、そう、ブログですね。ブログと YouTube ですかね。まあ YouTube ですね。 YouTube で情報発信するとすごく臨場感のあるメニューが見れますんでね、ご覧いただけるんで、多くの方すごくいいんじゃないですかね。例えば、なんかこう中華の日とかっていうのをお店で設定して、毎週木曜は家族で中華来ませんかみたいな感じで、そこを重点的にこうとね、特別な製品出していくとか、例えばね、5000円以上の、わかんないですけども、ちょっとメニュー全部見てないんで、5000円以上のメニューを今日だけなんか1000円とかね、思い切って、で、限定数ちょっと決めとけばいいじゃないですか。限定5名、5組様とか、そういった形で普段食べれないのを食べていただくっていうのを目玉にするっていう手もあるかなと思うんですよ。もしくはですね、やっぱこう中華のコースを作っていくとかってやつですか。私の地元にもね、中華のコースっていうのがあって、それを選ぶと、なんかその中華のその酢豚とか餃子とかラーメンとかね、そういうのの中から2品頼んで、あとはサラダがついたり、ドリンクがついたり、デザートがついたりっていうのは、そこは一緒だってみたいなのがありましたね。他にもね、カップルプランみたいな感じで、カップルでこう分け合って食べれるようなね、今まあ感染症のことでなかなかね、飲食店きついと思いますけども、まあ私が言うことではないですね、すいません。飲食店、今はね、現役でされてる方にアドバイスめいたことをして、ちょっと生意気だったですね。私はね、飲食店をどちらかというと潰してしまった方なんで、私の言うことはあまり参考にならないかもしれません。でもね、感じたことをちょっと言わせていただきました。すいません、お耳障りでしたら。でもね、本当餃子美味しかったです。餃子じゃない、シューマイ美味しかったですよ。あのシューマイはね、大阪の551の肉まん以上のインパクトがありますね。もうなんか崎陽軒のシューマイとか目じゃないと思います。うまい。しかもね、そのなんですかね、真空パックになってるのが、もう丁寧にパックされてて、
私は湯煎でいただいたのとレンジでチンでいただいたんですけども、湯煎の方が美味しかったなと思うんですね。何もつけずにそのままジュワッと肉汁が出てて、とってもジューシーで、美味しかったです。私の奥さんも、そして私の母も食べましたけども、どこに売ってんのみたいな感じになりましたね。いやー、これね、近所に売ってないんだよみたいな感じでした。ちょっと我が家ではね、話題になったシューマイでございました。うん、それで、質問ですよね。改めて久保さんは動画をどのように撮られているんですかってことですけども、スマートフォンの録画ボタンをいきなり押してスタートですよね。2つ目、パソコンの操作をしながら動画の方法も知りたい。これはね、バンディーカムっていうソフトを使ってます。バンディーカムっていうのはフリーソフトであるんですけども、10分以下の動画でしたら画面のね、パソコンの画面が録画できるんですよ。非常にやり方が簡単なんで、バンディーカムで検索してちょっとダウンロードしてみてください。で、有料版は10分以上も撮影ができるんですけども、まあ無料版で十分です。私は無料版しか使ってません。3つ目、 YouTube 以前行っていたのですけども、カテゴリーが違っても大丈夫ですかねと。基本的にはね、一つのアカウントで一つのテーマで行った方がいいです。ただ私の場合は、隠居 TV っていうチャンネルでね、この一つのチャンネルにあらゆる私の興味があるものを詰め込んでます。ですんで、もうね、ぐっちゃぐちゃですよね。なんかね、雑誌みたいな気持ちなんですよ、私の動画っていうのは。雑誌ってほら、ページごとにいろんなテーマで書かれてるじゃないですか。私の場合はそういう風にしてます。専門誌にしてないんですよね。だからこういうジャンルのがあってもいいかなと思ってるんですけども、基本的には一つのアカウントで一つのメッセージをずっと送った方がいいですね、一貫した方が、まあ、ですんで、今後学習しながら上げていきたいことの記事って書いてますけども、麻雀だったら麻雀チャンネル作って麻雀のことばっかりずっとやるとかね、それからお料理のチャンネルだったらお料理のことをずっとやるとかね、筋トレだったら筋トレばっかりずっとやるとか、こういうふうにやっていくといいんではないかなと思いますけども、私はそれに反して一つのアカウントにたくさん詰め込んでるというね、こういうふうなパターンで、私の場合はうまくいってますんで、そうしようかなと思っております、これからもね。飯村さんはどうされるのかなっていくところですけども、まあ動画の本数が少ないうちは一つのチャンネルでなんか混ぜこぜでやってもいいんじゃないですかね。再生リストを使って分かりやすく分類すれば、一つのアカウントでいいと思いますよ。再生リストですね、 YouTube の再生リストって機能がありますからね。はい、ということで、本日はこのぐらいにしていきましょうか。本当に深夜までお疲れ様でございました。動画をご覧いただきましてありがとうございます。また連絡ください。